この動画なんですけど、謝罪です。これは、はい、俺はやりすぎました。こんにちは、あるいはこんばんは、ヨアンドイチョウです。これ響くな、やっぱここということで、久しぶりの、季節が暖かくなってきたので自宅スタジオですね、久しぶりの、はい。今日はね、この動画なんですけど、そうだな、感謝と、そして謝罪です、これは、はい。俺はやりすぎました、やりすぎちゃったんで謝罪したいと思います、はい。何かと言いますとですね、バレンタイン調です。やりすぎた、完全に。何個来たんだろう、ちょっと数えますね、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25。もうね、お茶碗にチョコをよそってご飯の代わりに食べないとダメなぐらいの数のチョコをいただいてしまいました。ありがとうございます。まあ数字的に言うと大差をつけた圧倒的な数いただきました。ではね、正直完全にこれやりすぎましたね、やりすぎちゃいましたね。もちろんね、全部食べますよ、もちろん。来年はね、このような、チョコくださいみたいな、僕は一番じゃなきゃ嫌なんですみたいな、はい、そういった動画を出すことはもうないと思います、はい、もうないです。そう、皆様の自覚に任せたいと思います。ありがとうございます。先に言ってきます、ありがとうございます。ということでね、これがね、まあ、そのさ、2、3個とかだったらさ、こうチョコをお返しをなんかお菓子をあげればいいんですけど、さすがにね、こんな20何件もとなるとちょっとあれなんで、まあ、言うたらこの人誰だろうっていう人もいるんです。会ったことない人とか、まあ、動画だけを見てくださってる方とかっていうのもありまして、今日はね、3月1日なんですけども、これを締め切りとしましてですね、チョコ
くださった皆さんにはですね、私からですね、もうちょっとこの動画が出るのの日付自体はわかんないんですけど、ホワイトデーということで、私にチョコくださった皆さん、だってこれでもね、こう言うてあれですよ、僕が担当してる人3人しかいないんだよ。これおかしくない？僕の担当してる患者さんって女性いっぱいいるんだよ。3人ですよ、3人。いや、こういうことだよね。だからこれで寂しくなっちゃうわけ。みんなそのさ、スタッフはさ、担当してる患者さんもちろんもらうけど、担当してる患者さんは、俺にバレンタインでチョコあげなきゃいけないっていう概念を持ち合わせないんですよ。やばいよね。そうなんですよ。だから本当に、ムカつきますよね。俺、頑張ってるのにっていう。ということで、来てく、これね、この3月1日、本日をもちましてですね、このいただいた皆さんにはですね、私からホワイトデーということでですね、来店ポイントを1ポイント差し上げさせていただきたいと思います。ありがとうございました。本当に。いや、これでですね、まあ、言うたら、僕が担当したのは3人しかいないわけで、はい。それ以外の人は、揚げ毒ですよ。ね。使ってください。来店ポイント。で、僕の患者さん、見てますか？お前たち一体何をしてるんだ、本当に。恥ずかしいことだぞ、本当。俺は来年チョコくれって動画出さないからな、ま、そこでやっぱ自覚を持って、院長は寂しがり。ね、そして今年うさぎ年でしょ？そう。うさぎ年なのよ。ね、うさぎ年って、やっぱ寂しいとさ、生き耐えちゃうんだよ。行くぞ、コロッと。知らんぞ、ピューだぞ。ということでね、僕の患者さんは、自覚を持って、ちゃんと院長にあげなきゃいけないんだなと。はい。こうやって嫌みったらしい動画を撮られちゃうんだなっていうことを、よく肝に銘じてください、ほんと。まあ、言うてね、この YouTube チャンネルをね、僕の患者さんってね、ほぼ登録してないんですよ。やばいだろ。まあ、だからその、なんつうの、新規の人に、こう無料体験がありますよとかってこう案内するじゃないですか。その前にもう実験されちゃってるんで、わざわざそれやる必要もないから、そのなんだろうな、付き合い悪いんだよ。どうなってんだ本当に。おい、もうちょっと厳しく言おうかな、今後な、厳しく言ってこう。ここもうちゃんとなんかやっぱ付き合い大事だからね。ということで、まあ、来年チョコくださいっていうのはやんないんで、はい、引き続きね、1年後も通ってくださる方はですね、まあ、何かこういう形でしかお返しできませんけれども、お返しさせていただきますんで、覚えておいてくださいね、ということです。いや本当でも、もうめちゃくちゃもう倍、他のもう去年の倍だ、倍以上だし、もう他のスタッフの倍です、本当に。なんかね、まあ、ぶっちゃけ超嬉しかった。はい、ということで、また今後ともよろしくお願いいたします。もう出さないからね、この動画覚えておいてね、ということで、ご視聴ありがとうございました。